前回のダッドライビング。お前ちゃん、しし、いやー、しんじよ、どうした？お前ら。いや、それはどうかな。え？めっちゃ深刻なんだけど。いいね。いいね。え？え？何それ？知らん。いっちゃんよくわからん爆の仕方してる。金曜日にヘリが迎えに来る。じゃあ早く案内してよ。金曜日にヘリが迎えに来る。ああ、じゃあ早く案内してよ。私の店だぞ。どうぞ6番ラジオ。どうも、こう見えて主人公です。皆さんにちょっと言わなきゃいけないことがあるんですけど、やり直してきました。で、レベルが35レベルになっちゃったんですけど、この1周目のデータと同じような状況でやり直そうと思って人助けとかやってたら、まあ、レベルも上がっちゃうじゃん。そしたら35レベルあったんだよね。で、ただ、一人だけ助けれなかった子がいて、前回ね、なんか女の子二人組がいてさ、一人だけなんかゾンビに囲まれてて、で、なんかもう一人はなんかさ、多分その友達一人を置いて、なんかおもちゃ屋になんか逃げ込んでるみたいな図のやつあったじゃん。俺一人そのね、逃げ込んだ方をぶん殴ったじゃん、二回。その、逃げ込んだ方じゃなく、ゾンビに囲まれた方死んじゃった。うん、間に合わなかった。めちゃめちゃ体力ね、2ミリぐらいしか残ってなくて、どんだけ労働しても、2歩進んだら必ず死ぬよね、その子。だからもう諦めて、その、もう一人の逃げ込んだ方の子を助けて、うん、ここまで来ました。なんともう無慈悲ですね。で、まぁ、ちょっと今回このリッカーで行きますね。もうこの見た目だとさ、もう原因俺みたいになってるよね。こんなゾンビだらけになったのみたいな。もうめちゃめちゃ T ウイルスに感染しちゃってこうなっちゃったみたいな感じになっちゃってるけど。まず、リッカーの状態でこのマネキン持ってんのおもろ。で、ちょっと待ってね。ナタ男倒したじゃん。で、このメインミッション、女の追跡ってやつ今なってんだけど、でね、この女性警官ってやつ、これちょっと行きたいんだよね。女性警察官が若い娘を連れかの下邪魔ね、何この下、信じられないほど邪魔っていうか、俺いつの間にか1378人殺してんだね、ゾンビ。まず、この女性警官のところで、まずこっちからやっちゃっていい？うん、こうやって喋ってる暇ねえんだよね、ぶっちゃけ。このパート3までやってて分かった。あと、これ2周目だからこそ分かったことがある。このゲーム、実況してる余裕がそんなにねえ。で、なんかね、結構スキル覚えたんだよ。まず、この壁に向かって、攻撃するぞ。このジャンプキック。あとなんか結構いろいろ覚えたんだけど、ちょっと忘れちゃった。んで、どこだ？どこに、あ、まずこれがメインミッションでしょ？ここか。ピエロのところに近いってことは、まあ、ここからワープしていけるってことよね。んじゃあ行くか。もうさっさと。え？なんでこんなにサイコパス集団いんの？ちょっと待って。こいつらは、行った。ちょ、待って、俺なんか死にかけなんだけど。ちょ、回復してくればよかった。あ、死ね、リッカー死ぬ。ちょ、回復して。あっぶねえ、マジで。うわ、ちゃんと回復。うわ、もうちゃんと飲んでくればよかった。ちょ、もう無視でいっか、別に。こいつら戦ってもあんま意味ないよね。これ戦うだけでも時間かかるからさ、もうちゃっちゃと行こう。ここの2階よね。ちょっとね、みんな見て。スキルで、こういう技を覚えたの。これなんか、ジャンプ、お前なんかゾンビめっちゃいない？これ強いのよ。ちょっと俺リッカーだよ。ねえ。めちゃめちゃ多分君たちのジョイコカーみたいな存在だよ。遅いのやめてくんない？なんか、だいぶ昔の木村カエラみたい。ちょっとやめて。俺リッカーよ。俺多分君たちの仲間側なんだわ。ここの店かな。俺ちなみにね、これも、なんか記憶あんだよね。なんかさ、そのちっちゃい頃に見た、その海外版のデッドライジングの動画がね、まだ結構、頭の中で覚えてんだよね。なんかね、この警察官の動画見たことあんだよね。多分それなんじゃねえかなと。さあ行こうぜ、リッカー・フランク。来た。やっぱそうだよね。これ多分もう毎回動画の最初に必ずなんかサイコパスみたいなやつ。でっか。え、でっか。ほら、見てごらんよ。アメリカ版マツコデラックスみたいな。あんたに釣られた男がやってきたよ。違う、私は何も。お願い、助けて。このなりのやつに助け求めんな。お前がどれだけ恥知らずなのか調べてみなくちゃ。
この私の相棒でね。警棒か。いやもうやめて、お願い助けて。おまわりさん、いろいろおかしいって。ちょっといいかな。いいね、アングルが。なあ、その彼女が何をしたって言うんだ。もういろいろおかしいって。普通の状況には見えない。引っ込んでなクソ野郎。まあ、クソ野郎だけど。警官様の大事な業務を邪魔しようって言うんなら、背中からぶち込むことになるよ。ぶち込む。なんかちょっとあのこの女性だけど、あのなんか横にそなんか反り残しのあるちょっと濃いヒゲみたいな部分、何やってんの。死んじゃうじゃない。やめてあげて。ちょっとキイちゃんが、あ、ケイちゃんね、ケイちゃん、ちょっと俺の攻撃でこの子死んじゃいそう。死にたいのかい。死にたくはないね。おい、ちょっと待って、こいつ普通に強えんじゃねえか。あー、さすがになんかこのなりではあるね。おい、いってえな、おいクソババ。俺名探偵リッカーやぞ。なあ、サッカーボールでお前転ばしたるわ。んてーれてーてー、ちょっと待って、そっち行かないで。てーれてー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 れてーれてー、死ぬ死ぬ死ぬ。おい、このナタ男から手に入れたこのナタ、ちょ待って、回復しよう。普通に死ぬ。なんかあのバトルの BGM 流れないの。ちょっと待って、これ人間相手にはさ、このやっぱこのマネキンが一番強いんじゃねえ説あるよね。てーれてー、いやマジ攻撃力高くない、このマネキン。てーれてー、え、こいつ弱くね。てれて、殴るたびにコナン君だろ。じゃあ早く起き上がれ。てれて、どっちもやだろ。てれてて、お前さ、来れねえもんな。え、こっからはめれるくね。てれて、てれて、撃たれるよね。てれて、てれて、ちょっとこれ耐久戦や。弱っ。あんじゃねえのよ。まあ、これテレテだな。痛い。痛いよ。私が死ぬ。私があんたみたいなカス野郎に殺されて死ぬ。見てられない。やめろ。お前その動きやめろ。死に方がもう。意味がわからん。あのスーパーの店長といい、こいつ1位やろ。ケイちゃん待って、あ、なんか手に入れた。おっぷね、なんかリッカーになっちゃったからかな、悪い夢見たわ。よし、お嬢さん大丈夫か、助けるぜ、起きな。ほんとこういう、僕もこんな目に合わせやがって、このクソ女が。あんま言えないよ。やめろよお前。この人だってな、多分元はこんな狂ってなかったんだよ。あんま言うんじゃねえなあ。飲み物飲む、ほら飲めんな。あ、間違って俺飲んじゃった。最高ぜ。お前何が欲しい。ほら、この警官が使ってたこのショットガン使う。ま、あ、間違えた。ちょっとこれ渡せないの。あれ大丈夫か。まずちょっともう一回回復しようか。で、え、このなんかスタンガン渡せなかった。よくも分かった。オッケーオッケー、まあんま言うな。なあんま言うのやめよ。刀、え、渡せるやん。あ、これ渡せねえんだ。じゃあまず飲み物渡して、ほら飲みな、おいしいかい。よーし。で、ちょっと君に渡す武器はバッグでええやん。うん、これで生き残ってみせるわ。これで生き残ってみせるわ。どんな自信、ただのバックやぞ。よし、行くぞ。行け、ケイちゃん。ま、何してんのねえ、何してんのあいつ。信じられないほど何してんの。ほら戦え、ケイちゃん。君、行くぞ。君がちょっとそのバックでちょっと力を示してみろ。待って、バックすら使わないで、え、嘘でしょ。ちょっと待って。え、見た。押し倒しただけでゾンビ倒してんだけど、この子。え、こいつチートキャラじゃね。待って、まず一回戻るか。うん、この子ちょっとあの一緒にいちゃあかんタイプかもしれない。あの普通にリッカーさ、あ。ちょっと待って。それ何、グー。
でもこれでいこう。ちょ、リッカーね、案外すぐ飽きるね。なんかあの、ちゃんと人間の方の嫌だわー、こいつから助けられんのこいつに助けられるの嫌じゃね。まずちょっとトイレのコメントやりつけくすかい。あっ、さあ戻ろっか。いいね、このグラマラス HH ボディの写真撮んの。なんかポイントとかいらねえから普通に。てかさ、これいつ行けるようなんの。え、待って、地下搬入路の、待って、あれ、キーアイテム確か、あ、ちなみにね、ナタ男を倒した後の、この空き店舗の鍵で、閉じ込められてた人全員助けました。はい。で、何手に入れた？手錠の鍵。あ、ジョーが持っていた。あ、この女の子助けるだけか多分。他特に何もないんじゃないかな。一回戻ろう。お、すげえ待って、あの子超強くね。あ、あの子そもそもバックが得意武器なんだ。ちょっと、この子だけでどうにでもなる。バックで無双してるんだけど。おい、こいつ倒せ。ちょっと待って、この子何者なの。ちょっとこの子もったいなく感じてきちゃった。アイテム多すぎてさ、ちょっと、いけねえ、ちょっと時間の無駄。え、何この子、ちょっと、戻んの嫌なんだけど。この子めっちゃ強くね？なんでなんでそんな強いの？いや、だったらさ、俺この子と一緒に、この子と一緒に行こう。いや、どうしよう。いや、まあ、いいか、もう行っちゃうか。ちょ、やっぱこの子と行くわ。いや、やっぱ戻ろう。めんどくさい。いらね、こいつ。いや、すげえな、マジで。あのサディスト、今思い出しても鳥肌が立つわ。なんか怒りで、パワータイプになっちゃってんのかな。超強いんだけど。いや、ちょっと惜しいな。なんか、いい人間を、いい素材、いい人材を手に入れたのに、戻しちゃったな。まあ、しょうがねえ。ちょっとね、移動に時間かかるから、この協力 NPC がいると、やっぱ一人で行動した方が楽なんだよね、圧倒的に。ちょっと待って、やっぱ一回帰ろう。ん？エントランスプラザのアンティークショップに、じいさんがいる。またミッションか。こんな状況なのに、妙に落ち着いてた。うわ、待って、またなんか、サイコパスがいる。またエントランスプラザの子供服屋の店の奥に、ああ、そっちはパニック起こしてるのか。オッケー。ちょっと、おいて。スナイパー。ちょっと待って、どこ？遠いね。あ、でも、全部そうしてそのエリアなのかっぽいね。うん、これはもう後だな。まず、とりあえずストーリー進めちゃおう。このサイコ集団は、無視でいいんだよね、多分。未だにずっと思ってんだけど、あのポーズなんなん？ただ食い殺されるだけだぜ、ゾンビいっぱい丸人だから。待てよ、あ、あとまっすぐだ。行こう。ん？イベント？ここで？あ、来た。エロエロ姉ちゃん。そうか。俺この見た目、もう全然気にしてなかったけど。え？すごっ。俺、バイクの運転免許あるけど、あんなことできん？え？何？え？戦うの？何してんのお前。おい。俺、この口紅でお前倒すわ。え、何これ、戦っていいの？何してんの？何今の？おもろい今の。こっち来い、ほら。また引っかかるよ。おい、銃撃てんのかい。銃持ってんのお前。おい、こっち来い、ほら。行って、ちゃんと当たるんかい。いや、もうなんか、無理やりすぎない？で、銃やろ？銃だね。いや、お菓子やろ。ほら、お、口紅やぞ、こっち。な、行って。もう、普通にやめ、何それ、やめて、ちょっと、俺、さ、それはもう、はめよ、はめ。こんな狭いとこ、バイクで動かない方がいいやろ。ちょっと待って、次よ。ちょっと舐め腐ってるわ。俺キャベツあるからさ、キャベツ食おう。よし、キャベツ食って。ちょっと戦いづれえな。いてえ、ちょっとめんどくせえな。おい、なんでそんなバイクで細かく移動できんだよ。おかしいだろ。おい、ちょっと、おい、どこ行く、何やってんの、銃か。ちょっとおかしい、俺死ぬ、死んだ。ちょ、再戦させて。ちょ、普通に真面目にやれば簡単だから、ぶっちゃけ。まずブーンって来るんでしょ。
ふんって来るから、回復あんじゃん。あ、待って、もう持てねえのか。なもう挙動おかしいやろ、お前絶対に。ちょっと待ってよ、なんか使ってない武器。あ、これマネキンで行くか。ちょっとやめて。これキックからの、あ、よくよくよく、キック強くね、普通に。はい、ドン。つんよ。お前さ、その変なところに行くな、お前。でさ、その起き上がれねえのよ、お前。確定やん、それ。他の女にケツ見たりは別に、ケツ映画も見てんだよ、バカ。おい、お前、まあ、そう挙動おかしいから、おい、暴走しすぎな。あっぶね。ちょっと、おい、お前さ、ほんと絶対に、絶対にバイクじゃない方がお前困る、聞くぞ、この場所。いや、もう何してお前、ガガガガゴーって。はい、ドン。ちょっと待って、ん、何してんの。いや、それかい、普通に戦いづら。いや、普通にしんどいな、こいつ。ちょっと待てよ、これ引かれたら終わるぞ。回復飲んで、よし、で、多分銃撃ってくるでしょ。違うんかい、何もしてこないんかい。普通にドライブすんのやめてもらっていい。当たれ、よし。いや、でもおかしいやろ、お前の挙動。はい、よし、オッケー、なんか当たんなかったぞ。いや、ガガンゴンじゃねえのよ。で、そこで立ち止まるんやろ。必ずお前そこ行くやん。もうなんや、だるい、この女。この女だるい。可愛いとか思ったけど、シンプルにだるい。おい、どけ、ゾンビ。で、銃やろ、多分銃取り出す？取り出さないんかい。もう、もうちょっと触れるだけで食らうのやめて。ドンドン、こら、超オーバーキル。ほら、脱げ。話を聞け。お馬さんだぞ、俺。おい、やっぱお前、それはあかん。どんな状況でもそれはやっちゃいけん。おっと、勘違いするな。捕まえに来たんじゃない、話が聞きたいだけだ。あんたはどこまで知ってる？報道関係者。いや、お馬さんやろ。話して。唇奪え、唇。逃げたりしない、だから話して。痛いわ。いや、てか金玉蹴られてよく大丈夫だな。お、金玉腫れてないか。どこまで掴んでるの？当局の介入はいつ？おい、ちょっと待て、質問するのはこっちだ。サンタカベザってなんだ、ゾンビどもと関係が。で、ここで会話すんなよ、ゾンビいっぱいいるやろ。ゾンビを踏み出したのは他でもない、あなたたちよ。いや、絶対俺ではないだろ。カリートはそのことを伝えたかったんだわ。いや、もう誰だって。会話なんてしてないぞ。インタビューは私じゃなくカリートにするのね。彼は全てを知ってるわ。いや、会話しないで撃ってくんのよ。それって俺たちを襲ってきたあのライフル男のことか。合わせてくれ。ダメ、怪我で気が立ってる。ああ、撃たれたもんね。今は会わない方がいい。プラットに撃たれてたね。治療して連れてくるわ。私なら説得できる。いや、無理やろ。妹の私ならね。やっぱ妹なんだ。まあ、そりゃそうだよね。うすうす恋人か妹だと思って。信じろっていうのか。ゾンビはカリートのメッセージよ。このことを広めたがってた。キスしろ。いいだろう、行け。いつ戻る？今晩0時にノースプラザのカメラ店の隣で待ってて、いい？なあ、ってことはまたここまで来なきゃいけないの？一応聞きたいんだけど、こんなゾンビまみれの世界でさ、そんな薄着でいいの？気つけろよ。私はイザベラ、必ず戻る、約束する。もうなりがよ。なんで誰も気にしねえんだよ。おかしいやろ、どう見たってゾンビいっぱいいるやんけ。で、ケース4が終わって、ケース5がちょっと待って、普通にこう見た方がいいな。で、0時か。だから今はまだ何もできないってことよね。0時に空き店舗でイサベラを待て。じゃあまあ、ここをパパパーってやっちゃうか。あっちに戻ろう、一旦ね。
あ、ムービーか、もう戦闘か。およそ72ヤード、無風。いい声。一発で決めてみせるよ。父さん、やっていい？え？父さん。この距離でヘッドショットはできて当たり前だ、ジャック。お前もできるだろ、トーマス。3人のかい。父さん、あれはゾンビじゃない。人間だよ。お前、まともだな。自分たちが生き残るためだ。わかるな。嘘つけ、お前、娯楽にしてるやろ。その目。自衛のために銃を使うのは、僕ら市民の大事な権利だよ、トーマス。トーマス、撃ちなさい。夏木スバルみたいな声してんな。撃てよ、トーマス。どうした、早く。エミリアだって言いそうだけど。トーマス。おい、トーマス。今だ。お前構えた瞬間、お前やるからな。何をしている。撃つんだ。殺す、全員。上か。あ、もうすぐそこだね。おい、俺ちょうどここでカリードとそういう場面したね。まあ3倍だけどな。いける？ただお前らカリードに比べたらまあ、カスみたいなもんでしょ？うんこみたいなもんじゃん、多分。しょうがねえな。この、あの、女性警官から手に入れた地下！じじじじじ。お前トーマスやん。トーマス？トーマス、お前はまず一旦無視でいいや。こいつ、はい、じじじ。おい、おい、おい、おい。トーマス？トーマス？お前は敵じゃねえよな、トーマス。お前どこまで行くん？おい、どこまで行くんだ、おい。おい、ちょっと、おい、ちょっとあの、止まってくんねえとさ、最悪だわ。おい、時間死ぬほど食っちゃうんだわ。はい、お前殺すぞ。なあ、もうさっさとチェーンソーでやるぞ。なあ。ミサイル見せ。ああ、もう逃げ場ねえぞ。ジュン、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 ジュン。だる。逃げんな、おい。逃げんな。おい、トーマス？トーマスは狙っ、なんか、撃ってこないな。はい、じゅん、はい、じゅん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 。おい、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 逃げんな、おい、逃げんな、おい、おい。あ、死んだ、早っ。んで、父さん死んだよ。俺が殺しよ。だってお前らが先に手出したんじゃん。よし。これは？これで、俺のエミ力、舐めんじゃねえぞ。へへへ。楽しいね。お前、出てきたら終わるぜ。なんでお前、ひるまない？いや、よっしゃーじゃねえの。なあ。あ、やべ。これ、よし、オッケーオッケーオッケー。もう、ヘッドショットしまくれ。お前、ちょっと分かりづらいとこれ。お前、すごないか？いや、もうこれ、もう普通に戦うわ、俺。おう、狙ってこい、ほら。お前、待たせて逃げるんか。なあ。おい、逃げんな、逃げんな。店の中入ったらもう、絶対勝つぞ、お前、こっち。なあ、そのカクカク動きやめろ。ねえ、ちょっと待って頼むから。ねえ。ほんと、お前、だる？その U ターンだる？トーマス、お前、いたん？トーマス邪魔。もうちょい近づいて、もうちょい。で、ここ、ここ、かっかい、ザンザンザン。はい、ズンズンズン。ズン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 。オッケーオッケー。もう絶対勝ったわ。うん、勝ち確。何してんだよ、お前。よーし。どうした？俺殺したけど。どうした？え？ごめんな。でもさ、仕方ねえんだよ。俺だって殺したくはねえけどさ。あ、ロケろ、お前な。大丈夫だ？父さん。うん。兄さんも。うん。狩りが好きなだけの人だと思ってた。うん、そりゃそう思うな。こんなことになった時、うん、彼はとても興奮してた。うん、こういう日が来るのを待ってたんだけど。うん、大丈夫だよ。あの二人のこと、うん、すまなかった。すまなかった。先に撃ったのはこっちだから。うん、当然の報いだ。そりゃそうだよな。よかったら安全なところがある。うん、ついてこないか。来いよ、トーマス。僕は父さん兄さんとここにいるよ。ダメだよ。寂しがると思うから。いや、もういねえよ。死体ねえもん。大丈夫だよ。気をつけてな。いいの？大丈夫。父さん兄さん、え、僕はここにいるよ。大丈夫。目覚ませ。死にたくねえんだったら来い。大丈夫。おい、目覚ませって。おい、死ぬぞ、ここにいたら。トーマス、トーマス、お前絶対死ぬぞ。いいのか？大丈夫。大丈夫じゃねえんだわ。父さん、おい、お前、お前正気取り戻せって。ダメか？もう本当にダメなのか？こっち助けれねえの？行くよ、トーマス。本当にいいんだな？知らねえからな。うん、いや、スナイパー強っ。
いやートーマス助けれないのかな。スナイパーこう走りながら撃つやついる。ミトン、ここか。ん、ジョーリー、そこのあなた、お願い助けて。うん、どうした。レイチェルが、レイチェル、私の友達が、うん、レイチェル、なんで、早く話せよ。ゾンビ来てんだ、ほら、ゾンビが来てんの。ほら、何、どうした。そのレイチェルって子がどうした。うん、2階の店にフォーハーに取り残されて。フォーハー、そこにいんのな。今頃ゾンビたちに。お前なんで逃げてんだ。お前フォーハーだな、わかった、見てくるから待ってろ。おう、なんかうそくさくね。あ、取り乱す女、パニック起こしてるらしい。なんか嘘くせえぞ。あれ、スナイパーに狙われてるようだ。骨董屋の老人。ん、このスナイパーの標的っていうのはまたさっきのやつらの。あ、なんだなんだ、私も行くわ、連れて行って。急にどうしたの。いいわね。フランク、ロナルドってやつが食べ物がないって騒いでる。あー、出た。あいつ何人かを連れて食料探しに出るつもりだ。は、あいつらが無茶をする前に食べ物を持ってきてくれ。え、だる、ゾンビの 両足をつかみ豪華にぶん回すスキル。 R1 を押す、ん、押しながら四角を押す。倒れたゾンビの足元に立ちね。なるほど。ってことはこういうふうに、あ、ん、何の音。いやいや、お前戦わなくていいから、な、任せろ俺に、こういうのは。さあ行くぞ。そもそもフォーハーどこ。2階なんでしょ。あ、ここか。フォーハー、キックの効いた靴をあなたに。後ろから行った方がいいってことか。こっちだね。ん、今一瞬名前出てこなかったか。あ、いた、誰。まだ生きてるか。スナイパーは。あ、こいつか。スナイパーなら俺が何とかした。うん、もう撃たれる心配はない俺が撃ったらな。本当か。うん、本当だよ、全部殺したよ。別の厄介なのが来る前に移動した方がいいと思う。うん、ああ、あんたみたいなタフガイを待ってたんだ。お、一緒に連れてってくれ。オッケー。お前スナイパー使えるか。ダメか、お前持ってないか。しょうがねえ。じゃあお前にこれを進呈し、いや、お前にはこの刀を渡そう。お前得意武器じゃないんかい。いや、フォーハーこっちかい。ここもフォーハーやん。なんやねん、フォーハーこっちね。フォーハー、あ、ここかな。おい、来てるかい。おっせえな女キャラ、本当に。いた、来ないで。大丈夫大丈夫、ほらビビんなビビんな。大丈夫大丈夫。どこなの、ここここ、うん、ほら大丈夫、気にすんな。大丈夫、俺味方だから。大丈夫、暴れないで、暴れないで、ほら大丈夫だから今来るから。何、おっせえな、あの女、ほんと何やってんだ、あいつ引っかかってんだろ絶対。お前さ、その下に引っかかってんのやばいやろ。は？は、何、なんて、あの子まだ店にいる。あ、やべ、あ、いた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 、よかった。はい。え？レイチェル。おう。いや、ちょっと待って、はい、はい、シャッター、シャッター。お、2万。完璧だ。でかっ。ごめんなさい。あなたを置いてくだって。いいのよ、チョリー。だってあれ、来てくれたじゃない。うん。レイチェル、ごめんなさい。おお、来んのかい？お二人さん。続きはもっと安全な場所でやってもらえるから。うん、そうだよ。俺が今から守衛室に連れて行く。うん、あのチェンス当たってる。チェンス当たってるって。よーし、来た。これでオッケーね。ちょっとお前らどっちもバック持て。ほら、あって、あ、こいつら、え、戦えないのもしかして。え、だる、マジか。え、しょうがねえな。ちょっと待って、こいつの得意武器って何なの？くそ。くそって。これ武器出ないんだよな。まあ、バックでいっか、別に。で、近くに、骨董屋、ここかな？ここで？お、いや、お前さんはまだ人間のようだな。うん。人間ならわかるだろう。この芸術品の素晴らしさが。あんたの趣味を邪魔して悪いが、うん、今はそういう状況じゃないんだ。何？何をやっても同じさ。今さらジタバタしても始まらん。同じ死ぬなら。美しいものに囲まれて死にたいと思うか。いいから早く来てくれ。もがいても仕方ない、うん、死に方ぐらいは選ばせてくれ。これで死にたいかな。え、なんか殴られたんだけど。金曜に知り合いのヘリが助けに来る。一緒に来ればまだ。この町を出たところで
ここよりマシだって保証はあるのか、ね、めっちゃ血出たんだけど。どの道わしは追い、いやいいから早く来いや、じじ時間ねえんだわ。苦しいこと、いいって。おい、やるぞおめえ。なじいさん、うん、ちょっと飛ばすよ。これ、ま、マジで時間食うから。あんたはモールのこんな二流品で満足できるっていうのが、うん、その程度で芸術を語るなんて笑わせるぜ、うん、早く来い。生きていれば、うん、もっとすごい美術品に出会えるさ。いや本当よ。だから、うん、いやもう誰、じいさん、生きていれば、うん、そうか、そうかもしれんな。いやちょろ、助かるあてがあると言ったな、うん、この老いぼれも連れて行ってもらおうか。オーケーオーケー、よし、背負うて。待てよ、ちょっといらないアイテム、スタンガンそんな強くねえしな。これ絶対ここにある、絶対強い、100強いで、ここに刀まであるでしょ。いやもうこんなんこれやろ。待って、こいつに刀、ちょっとあの、おかげで助かった。じじいじゃねえ、じじいじゃねえ、こいつに渡してえのよ。じゃあ、はい、これこれ、じゃあ手つなぐな。ちげじて、もうぐっちゃぐちゃ。ちょっと何やってんのあれ、なんか俺のデッドライジングだんだんバグってきてない？なんか挙動がおかしいんだけど、だんだんみんなの来て、よし、これでめっちゃレベル上がるでしょ。また2レベルぐらい上がるんじゃない？わしも生きられるだけ生きてみる、うん、あんたのおかげで目が覚めたよ。よかったよかった、お前のせいですげえ時間食ったけどな。21万39レベ。あ、うん、お、ブラッド目覚めたんだ。あ、ジェシーちゃん聞き出せたのかな。ジェシーいったん相変わらずエッチ。サンタカベザは中米にある麻薬組織の本拠地らしいわ。麻薬組織、はあ、ゾンビはそこで作られた麻薬の副作用だそうだ。いや蜂だったやん、原因みたいなの。つまりあれか、誰かが麻薬をばらまいてここをゾンビまみれに。あの蜂なんなんじゃ。何のために、死体を歩かせて楽しいか。狙いはわしの知ったことか。犯罪者に理性などあるものか。わしはただ麻薬を分析し政府に報告し、右、そして右、組織は摘発された。これはそのわしに対する報復だ。めっちゃ咳するやん。大丈夫？2秒後に死にそうやん。馬刺し食う？さあ、これで全て話したぞ。早くわしを連れ出せ。父でっか、マジで。もうほんと、おいを呼んで奴らを殺してしまえ。ジジイ映さなくていいからジェシー映してくれ。いやもうよ、横から見てもすごいな。ブラッド今めっちゃ父見てなかった？ブラッド、まあやるやん。いいね、ジェシーターン、ジェシーターン、ジェシーターン、いいね、ジェシーターン。スピード上がってサマーソルトキック、お、え、サマーソルトキックなんて使えんの？鋭い蹴りの一戦でゾンビの頭部に大打撃を与える。ジャンプした直後に四角を押す。え、めっちゃ簡単やん。麻薬組織か、うん、以前にそんな事件が報じられてた気もするが、それとゾンビが、うん、いいね、麻薬ね、うん。本部に連絡がつけば確認できるけど、うん、あ、それだけ。今はともかく、うん、ここから抜け出して状況の把握に努めるほかないわね。とってオッケー、ちょっと一回セーブしてきますね。はい、なんか何が来るか分かんないんで。まあで、ロナルドのなんちゃらっつったよね。に切るよ。どこにいんのロナルド。あ、いたいたいた、こいつか。みんなこんなところとはもうおさらばだ。食い物を探しに行くぞ。何してん。盛り上がってるところで悪いが、うん、そいつはあまりおすすめしないな。行ってきてもいいよ、勝手に食われろ。この野郎、よくも騙しやがったな。は、俺は食い物があるって言うからついてきたんだ。じゃ出ていけよ。ここのどこに食い物があるって言うんだよ。いるだろ、ほらここに。こいつ、こいつクズだぞ、この女。人数分は確保してあるはずだが。あれじゃ全然足りないよ。自慢じゃないが、俺たちは人の3倍は食うんだ。よくいるゾンビ系にこういう自分勝手なやつ。いや、ちけえのよ、お前。お前殺すぞ、マジで。なあ。
ちゃんと殺すぞ。俺たち用のスペシャルメニューがあるってんなら話は別だがな。みんな我慢してるんだ。うん、撃つよ。少しはこらえたらどうだ。スナイパーで撃つよ。おい、やだね。俺は我慢ってのが一番嫌いなんだ。見ろこの顔。めっちゃ睨まれてるやん。飢え死にするぐらいならゾンビに食われた方がマシだ。言ったなお前。じゃあ行けよ、早く早く行けよ。みんな我慢して。いや、え、何でもいいので食べ物を持って帰る必要がある。飲み物ならあるよ。ほらこれ、ほらほら、ここで落ち着けや。これいいの？飲み物最高。いいんかい、いいんかい。だる、殺してんだけどマジで。助かった。終わり。スナイパーで撃ったりできないの、あいつのこと。クソうざいんだけど。ん？あれ？まあ、電気消えなかった？ちょっと待ってね。空き店舗。ここで待ってればいいんだけど、2時間もあんだな。暇やな。いや、ここに戻ってちょっと時間進めるか。やることないよね。ちょっと何？ちょっと今、ちょっと、ほんとゴミみたいなタイミングで毎回電話かけてくんな。いや、今向かってるよ。黙れお前。何？うん。おーおお。あいつらじゃないの？うん。はい。で、ここでしょ？うん、来た。よっしゃ、やっと進む。もう変態じゃねえか、おい。今から AV 撮影するんか。やめろやめろ、あんまこういうツッコミもよくないわ。ん？え、なんでそんな血？え？いいね、いい、いい、すごくいい。よし、はい、じゃん、じゃん、はい。な、なにこのイベント。ムービーでいいやろ。え、噛まれたの？噛まれたのか。違う、カリートが。え、来るよ、説得したけどダメだった。でも血まみれの君も綺麗だよ。誰も信用できないと。撃たれたのか。撃つつもりは。でも動転してて。あ、もうサイコパス手前だな。もう何をするかわからない。ちょっと 頭刺さってる。おい、ちょっと。ああ。くそ。お前、本当におもろいな、お前。お馬さんが、人間をしようぜ。理想だろ、逆に。あ、5の1が、もう2個じゃ、2個だね。すぐ終わるね。いや、起きてんのかい。起きてんの？めっちゃ気絶してる感じだったね。え？撃つつもりは。そんな気はなかったんだ。どこで喋ってんの？頼む。ん？許してくれ。いや。何の音？戻ってきてくれ。ちょっと待って、ちょっと待って。何？何？何？お前も巻き込んでしまう。おい！大丈夫か？だけどな。は？何こいつ。生きてる人間がいて安心したよ。うん、最近は死んでる奴の方が多いんでね。うん、お前誰を狙ってんだお前。生きてる人間に会いたいなら、たくさんいる場所を知ってるぜ。守衛室なら安全だ。ちょっと、あんたも来ないか。あ、ちょっと、あの、ちょっと、あの、邪魔です。このサマーソルトキック超強いよね。ちょっと、あの、邪魔なんで、さっさと消えてもらっていいですか？ちょっと、早く、会話、邪魔だな。生きてる人間に会いたいなら、たくさんいる場所を知ってるぜ。オッケー。これ進むの？守衛室なら安全だ。ゾンビめっちゃ湧くやん。来ないか。なんと事故もっても事態は好転しないぞ。やばい、もう本当ゾンビのせいで全然話が進まない。やばい、間違えた、蹴っちゃった。なんで俺を撃つん？バカな。おい、ジジイ、てる人中。早く早く。金曜日に迎えのヘリが来るんだ。うん、こんな状況で迎えが来るとは思えない。来る来る来る。俺が保証する。うん、信じてくれ。まあいい、オッケー。じゃあ行こう。渡す。え、ショットガンくれんじゃね？え、マジで？お前ネイルガンで十分やろ。ショットガンだ！よし、イザベラしょって。んで、ここに怪しい集団がいるってことか。でもまあ、結局戻んなきゃいけないから、
連れてこい。よし、俺がお前のショットガンをもらう。お前はネイルガンで十分や。ごめんなさい。ん？兄を、うん、カリートを説得できなくて。全然よ、気にすんな、気にすんな。何今の。押すな押すな、もうちょいよ。で、時間的にも、あ、全然余裕だね。で、怪しい集団も全然時間あるから、すげえやり直しよかった、マジで。ちょっと強くてニューゲームだし、普通に強いんだよね、もう。俺だって今何レベル？今何レベルなの、今俺。39だよね。これマックス確かさ、めちゃくちゃ俺の記憶が確ければ、なんか50ぐらいだった記憶があるんだよね。確かなんかデッドライジング2の時、確か50でマックスだった気すんのよね。でね、あれ？あれ？ちょ待って、どこにいる？お前遅えよ！キンデル。キンデル、はよ！イサベラちゃん、大丈夫かい？君の、そこが当たってて、俺はとても、テンションが高くなってるぞ！よし。ジェシー、一旦。おい、どうした？怪我人か？いや、ジェシー、一旦いいな。俺、ジェシー、一旦推しだわ、マジで。犯人の妹らしい。犯人って、この事件の？そうだね。うわ、いいね、今。ここをゾンビまみれにしたクソったれのな。ほんと、父しか見てね。妹だと？それはどういうことだ？さっきから流れてる放送と関係が？放送？詳しいことは俺にもわからん。彼女はそいつに撃たれた。覚えてるだろ？あんたを撃った男だ。これも実は計画だったらどうしよう。なんかありそうじゃない？でもあの野郎、さすがにないか。狙いは何だ？わからんが、彼女の話だと計画は終わってない。まだな。わかった、彼女は我々が拘束する、うん、目覚めたら話を聞こう。なんか知りやすさもクソもねえわ、このフランクの見た目のせいで。もうでもしょうがないからね、デッドライジングってこういうゲームだからさ。ここがあんたたちの場所か。まあしばらく世話になるか。こいつ何なの？なんかマフィアの人みたい。もう終わった、ケース5で。ちょっと待ってね、ケースファイル次1個でしょ。で、あ、8が結構多いね。これ多く見えるけど、そうでもね、マジでもうちょいで終わる、デッドライジング。あ、ちげえよ、ちょっとこっちこっちこっち。あ、いいね、このアングル。いいね、俺これ一生大事にしよう、この写真。おい、話しかけろ。この人、中南米系？ん？博士の言ってた麻薬組織、うん、サンタカベザに関係してるのかしら。わかりません。え、終わり？この人はいい。あ、やべ、ちょっと我を失わせた。ちょっと冷静を取り戻すためにね、うん、ブラッドは大事。ノーバッド。勝手に取られて、勝手にゲーム側で判断されるの嫌だろうな、このブラッドも。この女が目覚め次第尋問だ、うん、言っておくが、本部に戻ったらお前さんからもきちんと調書を取るから。ざけんなよお前。お前なんか四季が見えるわ。あいたじいさん、寒いぞ。こいつ感染してんじゃねえの。大丈夫？なんかここに助けた奴ら全員ゾンビ化してみたいなことないよね。そんなバットルートないよね。とりあえず行くか。その前にちょっとね、おかず取っとかないと。ゴミクソ実況者だな本当に。お前さんの連れてきた女、うん、女の目が覚めたらブラッドが尋問をするそうだから。はい、オッケーです。お前さんのこれさ、セリフ聞いてる時間マジなくない？で、割とすぐそこにイベントがあるから。で、待って、次の日になったら、写真家くん、ルーキーくん、あの子のイベントもあるってことだよね。ちょっと待って、アイテムパンパンなんだな。なんかすげえ量になってんだけど。ちょっと待って。このまままっすぐだね。こんなんいたっけ、こいつら。一人こう、そう。いや、多くない？マジクソ多くない？ここでしょ？いけんだよね。ボス戦やろ、多分。またサイコパス？この競争みたいなやつが出てくんじゃないの？てか俺ここ初めて来たの？なんかいる。いや、映画館に来て。なんでもいいから映画館に来て。映画見たいとかじゃない。なんか映画館に行きたい。あ？何これ？おすすめドリンク。あん、うん。
何これ、なんかできるってこと、ミックスできるもんな、これ今、あ、てかあるやん、ちょっとこれうっせんだよなこれ。スナック菓子を調べる、クイックステップ、うわデッドライジング2でやったことあるわ。調べる、ミキサーに2つの食べ物を入れるとミックスジュースを作ることができます。飲んだ時に得られる効果はミックスジュースの色によって異なります。おう、で調べる、あ今入れたんだね、とスナックスナックダブルスナック、結局スナックやん、いや混ぜちゃった、これでジュースできるわけなくない、スナック菓子なのに。で、うん、あの雑に出すのやめてもらっていい、どこに行ったジュース、スピリットファイヤー、一応持っとく、いやでも飲んどくか、これどうなんのスピリットファイヤー、あのどういう効果なのかわからないっす、あのどういう効果が今もたらされてんのかわかんないんですけど、プロフィールスキルとかダメですよね、まあ一応なんか強くなったってことで。何、フランク、うん、フロイトってじいさんがワインを欲しがってる、はみんなの緊張をほぐすために必要だそうだ、うん、だる、ちょっと待って、あーそこだね、なんかシアタールームみたいなところに行けばここかな、えやっぱ何この量、やばいやばいやば、でもこの形テンちゃんには投稿呼ばない、すごい量の死体、おお完璧だ、カリストカルトリストね、こっち、えここか、あーここだ、なんだどんなやつだ、あ、てかいたな、これムービーにいたな、もいたもんね、絶対弱い、救済を信じぬ者たちよ、誰が信じんだよ、あれ結構生存者いる、愚かなる者よ、いや死んでんのか、さあ来たぜ馬ボーイが、生きてるわ、うわこれ聖剣持ってやがる、エクスカリバーか宝具か、いや弱いやろ、今ここにそなたらの汚れし血をこの母なる大地へと返さん、お前部下呼ぶなよ、お前絶対部下呼ぶタイプだ、絶対弱いもんこいつ自体、あ弱いかも、仲間も呼ばないの、お前なかなか度胸あるやん、いやもう正々堂々やり合おうぜなあ、俺はチェーンソー、お前はその刀で、おーし、お前なかなか強いやちょっと意外にやばいかも、はい、サマーソルトキックからの蹴り、よし、はい、で、これで避ける、はい、サマーソルトキックからのこれ、もうこれやっとけば勝てんじゃね、どういった、もうこれ、でもこれ絶対いける、サマーソルトキッククソ強い、もう武器いらねえかも、どうした、やれ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 まくれやれまくれ、いいよ、お前がそれならな、俺も武器変えるぜ、やっぱりいろんな武器使おう、来いよ、ショットガン強えな、いいな、飲み物飲んで、あぶねえ、めっちゃ日本語じゃないやん、めっちゃ英語やん、よしいいよ、もういい、堂々と、お前なかなか強いな、よし、あやべ当たるんだやっぱちゃんと、ういよいしょ、ういお前そこにいるな、お前クソで、すっごいスピード、何その動き、あ、倒せるやん、あんた、え間違ってポーズ目に開いちゃった、やべチェスをどっか行った、嘘やろ、しょうがねえ、お前このオレンジジュースで倒す、あちょっと待ってね、このオレンジジュースで倒したい、こいつ惨めな最後なかなか死なないんかいなかなか死なないんかよ、じゃなんか武器ない、いやなんかもうすげえおもろい殺し方できねえから、ここ出れちゃう、え、これ出れんの、お、出れるんだ、ちょっと待ってね、落ち着こう、ちょ、いやもういいや、もうこれで死ね、弱っ、どうかこの私に、ちゃんと死ね、私に力を、おなんかおもろいなで、多分こいつが使ってた剣使えるようになるのかな、やべえ、オレンジジュース1個無駄にしちゃった、で、あ、やっぱこれ使える、
いやこれ絶対強い。これ何、驚くべきカリスマでエスコート中の生存者が死を恐れなくなる。これめっちゃいいな。ただちょっと待って、一回回復しとこっか。よし、生存者めっちゃいる。助けよう、ちゃんと。あれ、あ、助ける。大丈夫か。何人いる。5人、あ、4人か。よし、もうきつく縛りすぎよ。あ、大丈夫か。このホラー映画あるある、なんか気の強いやつ多すぎない。お、え、どこの誰だ。何何何、なんか来たぞ。助かったよ。なんか来たんだけど。ん、ゾンビの首をつかみ地面に叩きつけるスキル、R1 を押しながらゾンビの背後に立ち罰を押す。おえー、ちょっとあの、ちょっとヤバくない量、とんでもねえ量いるんだけど。は、何これ。ちょっと待って、これでもこいつらそんな何もしてこない。ちょっと待って、あのゾンビもいるやん。あと生存者普通になんで出てきてんの。俺まで助けてなくない。よし、ちょっと待って、爆弾ある。これやばい、これまずい、これまずい。お前ら死ぬぞ、こっち来いって、死ぬって。あーもう最低、マジで本当にもう本当に良くない、本当に良くないんだって。なんでお前ら来たの。大丈夫か。やばい、もうこれで一気にこの子、この人たちが死ぬ運命が見えてきた。チクショー、こいつ一体何なんだ。いや、分かんねえよ、もう俺にも分かんねえよ。よし、これでいいっしょ。我慢で助かったの。ん、助かったの。そうだよ、これむしろこの本持ってる、これなんかあんじゃねえの。あ、劇場倉庫。え、なんかいる、なんかいたわ。お姉さん、ちょっとあの、この人に話しかけれないの。どこに行こうとしてるのかな。お姉さん、ちょっと一回、ちょっと、ね、お姉さん、お願い助けて。今あいつら私を生贄にする気なのよ、うんうん、お願い、何でもするから。言ったな、お前何でもするって言ったな。そいつは魅力的な提案だな、うん、大丈夫。ちょっとあの、写真撮らせてくんね。そいつは、よし、魅力的な提案だ。怖お、ばあさんの顔。大丈夫、あいつらは片付けて。うん、あなたが本当に、yeah、いいね、この人も完璧だ。完璧で、リーダーは倒した。オッケー。あと何人かは残ってるかな。え、ちょっとこれ返して。あ、ちょ返して。ちょ、あ、ここは危険だ。ちょ全部返して。行こうか、お嬢さん。あの、あ、ちょっと武器がどんどん取られる。こいつらに。ちょっとあの、全部返してくれん。ちょ、あの、ちょっとどいて、ちょっとお前ら、そっち行け、お前ら。ちょっとあの、俺の武器全部返してくれん。ちょっとあの、ちょあの、ついてこい。ちょっと、あ、何？あの女、イザベラが目覚めたよ。あー、オッケー。ブラッドが尋問を始めるそうだ。オッケー。話が聞きたきゃ。なんだお前。早く守衛室に。オッケー。ちょっとあの、このフリスビーみたいなのを手に入れたけど、こいつら取ってくんないから。いや、びっくりした。なんやねんお前。びっくりさせんなよ。ちょっとね、あの、お前にハンドガン渡すから、あの、武器返して。あ、違う。オッケー。もう本当になんかもうぐちゃぐちゃやねん。やっべ、時間がねえ、いつの間にか。こっちだ。まずい、マジでまずいぞ。いや、ふざけんなよ、マジで。時間ねえんだって。こっちだ。ちょっとお前ら来いよ、早く来て。マジで、本当に早く来て。マジで、早く。あ、終わった、最悪。ちょっと待って、もう一回仲間置いてこ。仲間置いてって、急いで戻って。やば、あと1分しかない。急げ、マジで急げ。本当に急げ。もう仲間なんて、嘘でしょ？超まずいんですけど、これ。は？こっからやり直しってやばいやろ。ちょっと待って、嘘でしょ？何この積み方。え、めっちゃ奇跡起こんねえかな。ちょっともっかい。あの、オートセーブが逆にしんどいって。ちょっと頼む。にこれ！はい。あの、ちょっとね。これちょっと自分でもびっくりなんですけど、あの、積んだじゃないですか。なんかあと一歩ね、時間があったら、あそこ入って、なんかストーリー進めたんじゃねえかなってところで、まあ、積んだんですけど、あの後、マジで萎えて、つって、一旦ね、席外したんだよ。なんかトイレとか行ったんかな？で、なんかちょっとお腹満たそうと思って、なんか食って、でね、このね、あの、ゲーミングチェアで私ゲーム実況撮ってるんですけど、座るじゃないですか。寝たんすよね。マジ寝落ちまして。で、そのままね、録画を止めずに寝ちゃったんで、今の動画時間がですね、9時間とかなってるんですよ。で、そのままちょっとね、起きて、まあ、またちょっと時間経って今撮ってるんですけど、今ね、ちょっとやり直して、
ここまで来ました。はい、ここまでは来たんで、またあの教祖様ぶっ壊し、こっちじゃないね、危ないのよ。もう時間がちょっと、もうすでにないから、ちょっとあの変なことできないのよね。こっちでもねえわめちゃめちゃ道間違えてる、こっちだ。そう、まずさっさとぶち殺して、あの生存者助けて、もう一回行きます。はい、あの割とちゃんとめちゃめちゃ寝落ちしたんで、あのゲーミングチェアで俺結構寝れちゃうタイプなのね。めちゃめちゃでも久々にちゃんとゲーム実況撮ってる途中で寝たわ。初めてじゃねえや、結構数年ぶりかもしれない。もうその話どうでもいい。まずこいつもぶっ殺してきまして、でサマーソルトからの、ほらこの、あ、弱っ。待ってなさい、私は行くわちょっとベスさん絶対大したことないのに、なんでそんなドヤ顔で言える。もうちょい間に合うのよ、今回は間に合う。めちゃめちゃゆっくり来ちゃってたからかな、多分あのさっきのルート、レッドレッドじゃないで出た、うん、あと4分あるわ。あー間に合った、みんな来てるよね。よかったよかったよかった、マジで。あれなんか入れなくない。あ、入れた。なんだ、文字出なかったやんけ。みんないる。あ、来た。ホコリまみれになっちゃった。ホコリついてねえだろ。手伝ってくれる？いいのネックツイスト。今何レベル俺。空手チョップ、ゾンビの首を力任せに締め上げるスキル。倒れたゾンビの頭上に立ち R1 を押す。ん、ちょっと待って、倒れたゾンビの頭上に立つのね。こういうのあんま使わないんだよな。鍛えた拳を刃と化す空手の最終奥義。ゾンビに背を向けたまま四角を押す。いや、次よ。なんそれ。素手の時に、あー来た。これで、イザベラが起きてるね、もう。おい、事故じゃねえよな、ブラッド。イザベラ。イザベラ・キーズ。イザベラ・キーズ？うん。よし、イザベラ。非常事態だ。今は手続きを省かせてもらうが、うん、これは正式な尋問だ話を聞かせてもらう。正式って怖いな。いいな、ボロン、やめろよ。これは正式なんだって言うなよ。自分たちが何をしたのかよく知ることね。サンタカベザに会ったのは麻薬組織じゃない、アメリカの研究施設よ。そもそもそこである種の寄生虫の研究が行われていた。蜂のような、うん、その虫は生き物をゾンビに変えるわ。やっぱそういうことか映るね。信じられなければ研究をしてた本人に聞くのね。それがあのジジイ、サンタカベザ畜産研究所元所長バーナビー博士にね。ああえ、待って、ジェシー、殺せ。そんなゾンビ化しかけてる。撃て、やばい。おパイパイが、いい加減にしろ。よし、ナイス、よかったジェシー。でもいいとこ、いいもん見せてもらったわ。いや殺せよ、殺せ殺せ。お、斧で切り刻んでやるわ。ジェシー大丈夫？ジェシー死んだら俺マジで泣えるわ。え、だから殺せ殺せ、こんなじじい。撃てよ、いいって。このゾンビあるある。わしがゾンビに、ゾンビ化じゃなくてももう死ぬやろ。博士、教えてくれ。あんたゾンビの研究をしてたのか。ゾンビやれ、腹立つ。そうだ、でなんでこいつ感染してんの。もともとは牛の飼育コストを下げる実験をしていたのだ。どういうこと、なんでそれ繋がんの。それがたまたま
い。ゾンビを生み出してしまった。そんなことある？政府がゾンビを作っていたなんて公表できない。だから麻薬組織なんてでっち上げたのか。知ったような口を。食肉の大量生産が必要だった。お前らアメリカで一日にどれだけの食肉が消費されているか想像もつかないだろう。いいから撃て、もういいよ。あの研究はこの国にとって欠かせなかったのだ。あ、いた、いたか。案外持つな。わしは間違っていない。何一つ間違ってなどる。長いて。おいた。ジェシー大丈夫？実は噛まれてるみたいなマジあるあるだよ。結構高確率であるからね。だいぶ変わったな。いや撃て撃て。生き返るって。早く。なんで放置してんの？私たちの村で、ある時、人がゾンビになった。研究所から女王蜂が逃げ出したのよ。あっという間にゾンビは増えて広がっていった。最後に軍隊がやってきて、そして一人残らず。そう、いや、まず後ろのジジイゾンビがヤバいって。何もしてないやろ。うん、動いたね。どけ。おお、押し、ナイスナイスナイス。なんで先に撃っとかないの？なんでゾンビになるまで放置したの？てかジェシー、ジェシーは大丈夫なん？マジでいる？ちょっとジェシー、つまり政府が事件を隠蔽し報復テロが起きた。ちょっとめっちゃ噛まれてそうじゃん。ちょっと待って、ジェシー、ちょっと手押さえてない？そうかもしれないし、実際はそうじゃないかもしれない。どちらにしろ、え、真相を知るためにまずはここを生きて出よう。え、噛まれていないか調べさせて。私、医療技術者よ。見せてもらえれば役に立てる。ああ、そうなの？え、絶対噛まれたやん。言えたきりじゃないけど。最悪マジで。お願い、手伝わせて。マジ覚悟決めよう。ここから出ないとどんな真実も伝わらない。わかった。このクソみたいな状況を本当に少しでもマシにできるんなら手を貸してくれ。ちょっと血とかついてないよね。え、ねえ、俺押すやつ死なないで、マジで。俺もうほんとマジで毎回なんだけど。俺が、お、この子好きみたいになったやつでさ、マジで。毎回死ぬのよ。押すことやめたいんだけどさ、そんなん忘れるやん。ねえ、誰かが死ぬゲームで、あんまこういうこと言わない方がいいのかな。で、今のところは何も、ミッションとか追加で出ないんだけど、まあ、外出た瞬間だよね。9時21分。ああ、正午か。で、これ11時だね。それまでは特にやることもないんかな。ジェシーはまだ新人でね。
ああそうなの。こんなヤバい事件になるとは思わず、うん、連れてきたのは俺のミスだ。いやマジでお前のミスだわ。本当に別のタイミングで会いたかった。ちょっと待って、これ絶対噛まれてるじゃん。おい嘘やろ。俺のジェシー、どれだ、俺のジェシーアルバムもうめちゃくちゃあるからな。マジでどんだけジェシー取ってきてると思ってんだよ俺が。おい嘘やろ。おいブラッドてめ、俺ジェシー忘れねえ、ゾンビになってもうこんなん撮ったわ。やり直したら今日これ撮ったわ。おい嘘やろマジで。ああ傷は深くないけど、え、噛まれたのかどうかは分からない。やっぱ傷あるんかよ。経過を見るしかなさそうだわ。もう絶対ゾンビ化するじゃん。クソジジマジで。ちょ、俺の頭邪魔。いやゾンビって最悪ってか、なんでジェシーはジェシーでこの密室に入っちゃうん。よくないやろ。面倒なことに首を突っ込んだみたいだな。ずっと突っ込んでるやろ。お前さんも動きようがなさそうだな。うん、なんかまともだな本当このじいさん。ゴミみたいなタイミングで毎回電話してくるのだけは本当腹立つけど、一回ショッピングモール行ったんだけど全然ミッション出なかったから戻ってきたんだよね。でこれあるんだよね。これさ持ってなんかこれ入れれんの。このマネキン入れようぜ。これどうなんの。なんか場合によっちゃできるって書いてるから何もできない可能性あるんだよね。どうなんのこれ。ええジュースなったわ。マネキンと宝石でジュースできたんだけど。そんなことある。すごこの本。まあ、いいや、ちょっと待って。まあ、これにしといて。マジやることないな。もう時間進めちゃっていいんかな。まあ、いいや、ちょっとセーブして時間進めるね。よし。これで、なんか転んでない？転んでなかった？これジェシーとか、大丈夫？これ。めっちゃ不安。このジジイの死体どうしたんだろう。奴の言う最後の手段ってのは何だ。カリートは追い詰められたらモールを爆破すると。おう。くそ、あいつ自爆しようってつもりなのか。それだけじゃない。バラマくんか全世界に。爆風が空高く寄生虫の妖精を巻き上げて、うん、街の外にゾンビが溢れる。正気なのか。爆破を止めないとどこへ逃げても結局同じってことか。いや、とどめかジェシー。モールの地下に可燃性の気体を充満させて爆発させる仕組みになってる。気体の密度が低い間に爆弾を処理できれば爆破を止められるかもしれない。待ってジェシー、やってみよう。そもそもさ、イザベラもそれやるつもりだったのね。えだってもともとだってカリートが渡ったんでしょ。ジェシー、お願い兄さんを止めて。うん、地下の爆弾は機体の濃度が低い間は爆発しないはず。いやいいんだけど、ちょっと待ってね。クソ、いい具合に本当になんかうまくできてるわこのゲーム。めちゃくちゃゼロ距離で写真撮れねえ。いや、これ絶対ゾンビ化するな。もう最悪だわ、ほんと。泣きそう。今めっちゃ泣きそうだからね。ただもういろんなゲームで俺が推してるキャラがね、全員死んでくから、なんかだんだん体勢ついてきてるかもしんない。正直に言うと。え？地下搬入路の爆弾をすべて回収しろ。残り5個もあんの？え？地下搬入路って地下でしょ、これ。一応ね、動画外で、一回地下に行ったことあんだよね。なんかコメントで教えてもらって、なんか外、中庭に、なんか囚人3人が車乗って襲ってくんじゃん。あいつらね、1日おきに倒しても、なんか1日で復活するんだって。邪魔だから殺したんだけど。フランク、聞いてる？おい、イザベラ。時限爆弾は地下搬入路にあるトラックの中にあるわ。うん。監視モニターで確認できる限りでは、5箇所にセットされてるみたい。あ、なるほどね。タイヤはパンクさせられているらしいから、手で運ぶしかないわ。うん。お願い。え？手で運ぶ？急いで。ないない。火炎瓶持ってて、あ、もう敵やん。あ、まだ電話くんの。ちょっと待って、もう次の日だからめっちゃくんのか、電話。ワンダーランドプラザの化粧品屋にちょっと具合が悪そうだ。具合が悪そう。ちょっと待ってよ。あー、なんかまた服回収したのはいいんだけど、まず、写真家くん。
あ、まだ12時なってない？なのかな？なってねえんだな。だったらまだいいのか。先にじゃあ、まあ、こっちか。うん、オッケーオッケー。まあ、そっちやっちゃうか。ここら辺じゃない。あ、この奥か。もうさっさとやるよ。ここで、ムービーアリー。え、これが、そのなんか火炎瓶？おっと？女性かい？やめて。お前たちはいつもそうだ。僕を笑い者にして。なんか別の世界線の俺みたい。ああ。誰だ。誰だ。殺すぞ。お前殺そうか。近づいたら火をつけるぞ。火ついてるよ。お前も僕を笑いに来たんだな。殺そう。お前そんなんで今更ビビるわけないやろ。死ね死ね、ほらさっさと死ね。おい何やってんの、まあっぶな。お前何本持ってんだよ、やばっ。ちょっとしかもこれ時間かかるやつやん、めっちゃ逃げるやんこいつ。おい嘘やろ、えだる。痛いよ。死ね。何こいつ。何なんこいつ。ただちょっと時間食っただけやん。それ以上来るな。自爆するタイプこれ。このゲーム股間好きすぎん、ゾンビに食われそうよ。よし完璧だ。え、こいつ助かんない。あ、消火器、消火器やればいいのか。え、消火器ねえよ。え、ちょっと待って待って、ごめん、あの消火器ねえ。いや、なんとかしてんだけど、消火器ある？ちょっとお前邪魔だよ。ここに消火器とかねえか。あった、よし。助けてやるよ。しょうがねえから。はい。あ、間違えた。ちょ、どうやってやんのこれ。あ、壊れた。やばい、死んだ。絶対死んだな。ちょっと待って。いや、さすがに助けるよ。よし、戻ってきたよ。まず消火器があるの分かったけど、え、どうやって、これどうやってやんの。こう構えて、ん？違うな。普通四角か。あ、来た。はい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 。はいはい。ほら、ほら、ほら。よし。これでいいか？命に別状はなさそうだな。ただ、チンコはもう使えねえだろうな。あんじゃん、ここに！僕、どうかしてたよ。うん。もう悪いことはしないよ。ほんとか？他の連中と協力すると誓えるなら、うん。安全な場所に案内してやる。オッケー。する。協力するよ。オッケー。もうこんなことしないよ。よし、本当だな。じゃあお前、助けてもらったからね、この消火器使え。え、お前戦わないの？お前使えな。よし。もう大丈夫だ。うん。ここよりマシな場所に案内する。ついてこれるな。いや、一緒に行動できるこれ。任せて。私に任せて。いいの？すっげえ乗り気やん。ついてこい。よく一緒に行動しようと思えるね。俺絶対やだよ。俺を殺そうとしたやつと一緒に行動なんて絶対できないよ俺。でもう一個具合が悪い。で、写真確認のやつ急いでやんなきゃいけないから。何？んだよあいつ。こっちだ。は？ちょっと待って嘘でしょ。だる。んで、あ、いた具合が悪そうな人、なんかすごいテンション高いぞ。うろうろしてると危ないぜ。うわ、びっくりした。ついてこい。僕じゃないで。ちょっと時間ねえんだわ。顔色が悪いぞ。なんでもないよ。え、ゾンビ？かすり傷だから平気。本当か？怪我してるのか？ちょっと、悪化してからじゃ。うん。ちょっとごめんね。めっちゃ飛ばすよ。渡す？これ飲む？これ飲むか？え、大丈夫？ん？あ、普通にもう来てくれんのかな？もう行くよじゃ。え？ウエストさん、僕勘違いしてました。本当にプロの方だったんですね。どうした急に？そうと知ってれば初めから全力出してましたよ。おう、どうだ、俺だいぶ変わったろ。え、何それ。どうです、すごいでしょ。やる気になれば僕はすごいんだ。ちょっと待って、なんだって今の触手。誰も思いつかないような、もっとすごい写真だって撮れる。結局こうなるんかい。何やこの長引かして。オタクの体を縛り上げて
ゾンビをけしかけるとかね。終わり。透明なカメラマンフランク・ウェスト氏。ちょっと待って。取材中に無念の昼食。馬も外されてんだけど。俺ずっと言いたいことあったんだけどさ、お前絶対学校に一人はいる顔してるよな。この一枚で俺が一番になるんですよ。なんでこんな普通に捕まってんの俺。え？ちょっとあの時間やべえ。ちょっと味方がちょっと俺どうすりゃいいの。は？俺どうすりゃいいの。はいチーズ。はいチーズじゃねえよ。ちょっとまず詳しく忘れろ。ゾンビ来たやん。ちょっと何これ。これ何なんこれ。え、何戦うのこのまま。このまま戦う。え多分いけるよ。言っとくけどこの来たぜ味方が。味方が来てくれたぜ。これ多分やべえぞ。お前蹂躙されるぜ。これでもうこれこうや。はおめ、ちょっと待って。ちょいける殺せる殺せる。あーだる。ちょっとよし、やれる。まずはやってくれ。よし。いや、やべ。なんなんこの時間。ちょ、こいつも銃使ったりしないんだな。あ、ぶの、お前、これら。おし、お前、これでやれ。もうちょい。ちょ、これ、回復とかどうすりゃいいの？あるよね、確かここら辺に。あ、だ。まあ、作っちゃって。なんこの時間。ちょっとあのストーリーがやばいんだって。ちょっと待って、詰めちょ、もうちょいあと体力2しか。え、何これ。こっから。よし、戻ってきたぞ。とりあえずこの花瓶をうまく使おう。あ、何やってんだおい。よし、これでどんどん。たださ、壊される可能性もあるんだよね。うざいなこいつ。よし、いいわ。今すげえ順調。よし、取って、いや、くそ、ゾンビ邪魔だな。ちょっと、何してんお前。よし、オッケー。で、今、もう体力半分でしょ。いや、これ強っ。で、写真撮ってる間に、てめえ、これ、おい、これ、なあ、お前、俺の方が強いってこと教えてやっからよ、マジで。これ、行くぞ、お前。いや、なんでこれで壊れんの。なんなん、これ。いった。イライラする。すっごいイライラする。ちょっと待ってな。回復全部取っちゃおうか。で、食っといて。じゃあ、お前ら邪魔。いや、うぜえな、ゾンビちゃん。こいつ、遅えよ、こいつを。ねえ。うざいね、お前。お前、なんなよ、お前、マジで。うんと、これ、てめえ、これもう。あと、ずっとサマーソルトしかやんねえぞ、てめえ、これ。よし、まず食っといて。花瓶も、てめえ、おい、これ、てめえ、これ、おい、んだ、この戦い、これ。よし、あ、もうちょい。ぶん殴れ。よし、気に死んで、はい、死んで、ザーコ、死ね、これ。これで終わり？いや、俺、どうやって助かったの？割とむちゃくちゃだな。うん、殺す。俺を取れ。首取る。首ちぎる、真面目に。いい写真に。うん、よし。あ、ゾンビに食わせようぜ、こいつ。なんだったんだよ、こいつの時間。ね、これ。え？なんて書いて今。ちょっと待って。え、俺のアイテムは？素早い抜き手でゾンビの腹部に強烈なダメージを与える。おっと、これ超出すんじゃない？R1 押しながら×。いいね。え？撮影時 100%？ ちょ待って。お前さ、本当によくやってくれたの。おい。おクソブス。いいね。クソブスがおめえ。何これ？あ、カメラか。よし、ちょっと。あ、ちょっと待って、時間ねえんだ、だから。まず、一旦戻って、ちゃっちゃと、俺の装備は？え？まさかの全部、なくなる？嘘でしょ？え？俺の装備全部なくなるの？嘘でしょ？てか、ゾンビいねえし。え？なんでこんなゾンビこっちすっからかんなの？え、マジ？え？嘘？え、マジ？よし。まずね。まず、こいつらを何とかした。これで。本当にひどい日だったわ。あなたには感謝してるけど。うん。オッケー。で、俺はまたレベルは上がるんだよね。ちょっと待って、装備なくなったのマジで痛いんだけど。
マジ？ディモル何レベ？44やん。強っ。装備なくなったけど。いや、含むの、何終わった？あ、待った。あ、やばい。え、あの、裏切りのやつ？ちょっと待って。え、ちょっと待って。急げ、急げ。一回労働してきたから、ここに、あれもう終わってね。あんたの死が俺の最高の一枚になった。よし、あのね、ちょっと待ってね。これね、12時5分前にイベントがあると、なんかね、あ、もう誰も来れてねえ、誰も来れてねえけど、もうさっさとやっちゃおう。身ぐるみ剥がされた状態じゃなくなるんだって。俺もうブチギレててさ、今本当にイライラしてて。だから、ん？ここ、ん？これ2階だよね。2階に行きゃいいの？え、待って、やばいやん、もう時間ねえのよ。早く上行って、ゾンビに捕まれたらもう終わる。ちょっと待って、もうちゃっちゃと上行って、イベントで。で、そうすると、12時5分前に行くと、なんか身ぐるみが剥がされない状態で普通に戦えるんだって。やっとや。で、しかもなんかね、そう、人質がいたんだって。いいとこに来た。これから撮影するとこだ。まず、お前ちゃっちゃと殺して、なんか逃げ遅れてる味方のとこ行ってさっさと助けるわ。人間がまさにゾンビになる決定的瞬間。言っとくけどな、お前に今めちゃくちゃイライラしてんのよ。うわっ。あ、何するんだよ。この写真だったのか。俺のシャッターチャンスを。殺す、お前マジで一瞬で殺すからな。俺さ、マジでさ、なんで俺こいつに一回勝てたのか不思議なんだけど。マジで勝てなかったからね。こらこら、てめえマジで、お前さっきマジで、俺本当にイライラしてっかな、お前に。もう殴り合いじゃ普通に。おい、やったろ。お前ちょっと強くね。なんだお前。よし、あ、いいよいいよ、全然。お前でマジ電話かけてくんな、今俺本気でやっから今。クソがてめえ。おい、もうどんどんやる、どんどんやる。こいつ、こいつはもうボコボコにしろ。まずこれ飲もう。飲んで、よし、いいぞいいぞいいぞ。おめえ、お前絶対殺すからよ。電話腹立つ、うるせえな電話。いやもうマジで、おめえ、こらクソがてめえ、なんだその動き、こら、おらおらおら、この剣クソ強マジで強えで、あー、これか、もう知らねえよそんな。今もう味方がよ、別エリアにいるんだわ。で、早く助けないとまずい。ちょもう電話うるせえしよ。ちょ待て待て、誰かいないか。早く早く早く取れ。やばい、何考えてやがるんだ。よし、行くぞ、まずいいから。はい、金出る、裏切ったもんね。で、急いで戻って、やばい、マジで時間ねえ。よし、これで、これさ、エリア違ったらさ、この体力減ってくのなんとかなんねえかな。で、ね、置いてった理由なんだけど、このミンディとかいうやつがね、またなんか引っかかってんのよ。マジでいらっしゃる、ほんとに。このね、ゴールマーカーつけるやん。これもいいんだけど。いや、早く来て。頼むから、もう時間ねえのよ。やべ、ストーリーの方もやべえし。とりあえず、キンデル殺そう。キンデルぶっ殺す。ああ、やっとこれだ。早く、早く来て、早く。もうメインストーリーまた積んじゃうから。これで、で、今度キンデルでしょ？本当にひどい日だったわ。オーケー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 。で、今度キンデルをなんとかしないといけないんでしょ？キンデルは？連れ去ろうとしてる。早く戻って説得する必要がある。どれ？ちょっと待って、今セーブしよう。キンデルどこ？ここじゃねえな。キンデル泥？泥？泥？泥っつっちゃって、もう俺。ここか。来るかどうかもわからないヘリコプターを待って、これだけの人数だ。おい、一体何をしてるんだ。お前に時間食いたくねえんだわ。バカはよせ。バカはお前たちだろう。本気でヘリコプターが来るなんて信じてる。いや、来るけど全員乗れない。確証もない口約束を信じるとはおめでたい。うるさいな、お前と口喧嘩する時間ねえんだマジで。どうやって脱出するつもりだ。モール中から武器になりそうなものを集めて。ねえよ。昼間に正面玄関から突破する。一人で行ってこい。外の駐車場にある車を何台かいただけば。お前、どうやってエンジンかけんだよな。キーあんのか。あ、残念だが市外へは出られない。そうだよ、バリケード作ってたわ。そうだよ。なんだって。そうだよ、将軍が。間違いない、俺は空から来たからな。戦車でもチャーターしない限り。そうだ。しかし、諦めろ。わかった。ちょっとな、こいつのセリフマジで多くない？ヘリが来たらそれで脱出すればいい。もし来なかったら、その時はあんたの指示に従おう。明日の昼。オッケー。いいか？みんな、計画は明日の午後に延期する。なんか知らん人死んだぞ。騒がず。
なんか死んだぞ。誰？なんかイベントあった？うん、そんなもうどうでもいいの。もう会ってねえやつはもう正直しょうがない。よし、ちょで爆弾処理ね、今度。いや、マジで時間大丈夫？ 5 個あるのよ。5個大丈夫かな俺、間に合うか？パラダイスプラザの CD ショップに何かあったんだろう。いや、もういいよ。しばらくいいって、しばらく。うなだれる女、どこ？あ、すぐそこやん。いや、まず、ちょっとうなだれる女をやってる暇はねえから、ちょっとまずメインミッションやって、時間があるようだったら、うん、そのうなだれる女助けよう。もうこれ、全員助けながらやんのってさ、割としんどくない？ちょっとね、道間違えたから、一回もうロードしてきた。で、これ3日目でしょ？多分車いるんじゃねえの？またあのチンピラたち。あれ？いなくない？あれ？あ、いた。いた。ちょ、こいつら泣いてしてる暇ねえから、確か、あ、そう。パーキング。そっちに行きゃいいのね。あいつら無視で、もうあっち行ったら、あのね、バイクと車があったんだよね。だからそのバイクと車で、その地下移動してみたいな感じだと思うから、うん。間に合うっちゃ間に合うと思うんだよね。これ車かバイクどっちがいいんだろう。車かな普通に。車乗ろう。で、どうやって運転するんだっけ？あ、こうか。これで、このまま地下にこれで行けばいいんでしょ？よし。で、5個。5個をパパパーって見つける。だって、あ、書いてあるもんね。よし。もうやっちゃうぞ、どんどん。え？うん。オッケーオッケー。ちょっとすっげえ息づらい。オッケー、オッケー、任しとけ。もう、これカットする。早送りするかもしんねえからよ。トラックあんでしょ？待って、マップ見て。あ、オッケー。んで、これか。よいしょ。まず、降りて、ゾンビに襲われないうちに。よし、これか。来た。よし、で、残り4個ね。これを全部選べばいいのか。あった。ちゃっちゃと降りて。よし。見けた。で、なんか写真撮れんのかこれ。あ、これポイントになるのね。あ、ゾンビめっちゃいる。え？なんかいるんだけど。あれ、カリートいんの？カリートいんの？あ、カリートいるんだな。フル無視するからね、言っとくけど。時間ねえんだよ、こっち。よし、見けた。よし。で、降りて。急げ、マジで。カリータ、ほんとフル無視でいい。よし、開けて。よし、で、写真撮って。ポイント稼いで、で、来てるぞ。いやもううぜえゾンビ。ほんとこういう時のゾンビうぜえな。で、乗って、もうカリート来てる。カリート来てるから、急いで。あいつ何？フル無視。車ってこれダメージあんのかな？で、次が、残り、あ、そっちね。オッケー。で、こう行ってこっちだよね。見っけた。よし。んで、急げ。ゾンビめっちゃいるぞ、おい。よし。いやーうざい。マジうざい。写真撮る。よし、オッケー。で、車乗る。急げ。カリト来てるぞ。カリト来たぞ。なんかまた爆弾投げてくる。よしよし、行け。あと1個。余裕。よし、見っけた。もう降りろ。ちゃっちゃとやるぞ。急ぎ。よし、開けて。よし、オッケー。あー、もうぜ。ちょっと、はい、取って。よし、これで8000ポイント稼いだ。よし、オッケー。終わった。え？はい。あ、オッケーです。はい。わかりました。カリータはほんと無視でいいんだよね。よし。あ、あ、ここでいいの？頑張ってんな、おい。急げ。ゾンビめっちゃ来てる。よし。頑張れ。ウママン頑張れ。やばい。すげえな、ほんと。めっちゃ頑張ってるやん。お前ら戦ってんの？爆弾はもう撤去した。カリート、こっちにいたの？お前の企みもここまでだ。おとなしく投降しろ。二人とも一回撃たれてんのにさ、治ってんのも気づい。何その余裕の銃撃？え？大丈夫？血で感染しない？たまあんの？口に入ってない血。その余裕ぶっこいて撃つからだよ。おお。おお。すげえ。
諦めろ、カリート。ここまでだ。ああ。何してんの？嘘でしょ。え、負けんの？あ！ゾンビいっぱいいる。ああ、ブラッド死んだな。ああ。うわ、いい。すげえいい。うわー、めちゃくちゃ好き。まいったな、クソ。その頃のね、その頃のフランク。フランク、爆弾は処理できたのね。ブラッドは？爆弾はなんとかなった。ジェシー、ブラッドはカリートを追ってる。了解、一旦戻って、フランク。あ、よかった、ジェシー。え、ジェシー大丈夫なの？ブラッド死んだやん。うわ、もうケース8で、え、終わりなんだよね。ちょっとバイクで行こう。ちょっと待って、うなだれる女が行けそうだから。ん、あ、シース戻るだけだもんね。よし、じゃあうなだれる女やってね、連れてって、あとはストーリー進めてか。もう終わるやん、マジで。あ、え、あ、てか、こ、バイク乗りながらここ入れるの？知らなかったんだけど。なんかいる。ちょっと待ってね。まずビールじゃない、ワインも飲まろ、もらおう。ちょっと、何やってんの、お前。おい、何してるんだ。お前さんもどうだい。なんかフランクみてえだな、見た目。やろね。わかってますよ、わ、これがの。さあ、早く来て。とにかく俺、うん、ゾンビや、アルコール。じゃあ、やった。うん、いや、いいからさ、早く来て。マジ時間ねえから、本当に。来んの？来るの？何？まだあんの？ヘリコプター、オーム、ゾ、うん。ちょ、早くして。ね、何？敵になっちゃった。もういいよ、殺せ。マジ時間ねえからよ。もうよ、余計な人助けねえな。もう俺無慈悲だからな、マジで。おい。マジで時間ねえから。バイクで行っちゃおう。多分ここじゃねえ。ここにいるんじゃねえの、多分。うなだれる女。え、ここじゃないの？ここよね。あ、いた。大丈夫か？うん。助けてくれるの？私を？うん、早く来い。ああ、金曜日に救助のヘリが来るんだ。うん。あんたも早く。救助ですって？無駄よ。私はもう助からない。あ、じゃあ殺していいか？私ゾンビに噛まれたもん。あ、そうなの？ゾンビに噛まれたからって。うん。奴らの仲間になると決まったわけじゃない。なるでしょ。そう。誰に聞いたの？イザベラ。この件に詳しい医療技術者がいるんだ。うん。詳しい。何者なの？来るの？あ、いや、なんだ。本当は噛まれてる。詳しいというと語弊があって。ゾンビ病なんてあったかしら。その人は B 級映画の専門家なの？少なくとも今、うん、そう、これに対処できるのは彼女だけだ。そう、早く行こう。彼女なら治療法がわかるかもしれない。今は俺を信じてついてきてくれ。彼女を信頼してるの？いや、しないよ。信じてみるわ。うん、あなたの信頼を。うん、ちょろ。早く来い。いや、渡さない。早く来いよ。ついてこい。お前、バイク乗れる？バイク乗れ、こっちから行けないんかい。お姉さん、これ二人乗りってできる？乗れるあんた。あ、乗れないの？じゃあ俺道切り開くから、お前来てな。よし、よし。よし、ほら来い。早く。ついてこい。早く。よし、早く来たな。よし、行くぞ。もうこれ、よくわかんねえな、これ。これどこまでもバイクで行けるやん。これすごくない？よし、で、これ引いて。もう無理してでもバイクで行った方がいいやろ。絶対に。よし。これで、バイクで、早く来い。
ほら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 。これ強い。強い。バイク最強すぎる。あ、間違えた。これ、ちょっと、ごめん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 。これでいけんのかな？この中まで入れる？あ、待って。いける？あ、来た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 。よしよし。来たぞ。行くぞ。よし。あ、さすがに無理。さすがに無理か。さすがにここ無理よね。で？じゃあ合わせて。うん。イザベル、はいはいはい、はい、よし。よし。ジェシー？よかったジェシー。爆弾が回収できて本当に良かったわ。うん。爆発が起きていたらどんなひどいことになったか。いや、ブラッド。ありがとうフランク。ブラッドのこと知らないの？それにしても、うん、これほど大掛かりに計画しているなんて、底知れない脅威を感じるわ。うん。いい？私たちが裁かれるべき人間だというのは分かっているわ。うん。でも。兄さん、いや、え、待って、カリートの行方、あ、7時に戻れって話だから、あ、これまでじゃあ俺何もすることないのね。なんだ、もっとゆっくり来てもよかったな。あの酔っ払いのおっさん殺さなくてもよかったんだな。殺しちゃった。いや、もう終盤だろうけど、ちょっともうこのイベントだけは見とくか。5時でしょ。はい。で、これでなんか起こるんだよね。ブラッドどうなったのかめっちゃ気になるわ。あ、フランクか。あとはブラッドが犯人を捕まえてくれば、いや、一件落着なのかしら。元気だね。ああ。他に何か計画を聞いてないか。いいえ、爆弾の他には。隠れ場所に PC がある。うん。それを見れば何かわかるかも。カリートのアジトか、案内してくれ。行きましょう。ちょっと、あの、一瞬頭が、わあ、これでケース8の1が始まったのね。こう、いや、大丈夫だったんだな。よし、イザベラなら先に行ったわ。うん、ダクトの先で待ってるはずよ。オッケー。いや、ジェシー大丈夫でよかったな。ちょっともう今回ここで終わりましょうか。もうレベル45。うん、やっぱこれレベル50がマックスなんかな、多分だけどね、このパラメーター的にも多分そうだと思うから、多分次で終わるんじゃない？うん、ね、絶対終わるでしょ。あとイベント4つで終わるから、うん、ん、待って、今回ここからか、ここからここまで来ちゃったのね。すっげーやってるやん。Thank you.